第4代ファーモイ男爵エドムンド・モーリス・バーク・ロッシュは、イギリスの政治家、貴族。ダイアナ元皇太子妃の母方の祖父であり、ウィリアム・ヘンリー両王,王子の曹祖,祖父、ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子の高祖父にあたる。1885年に後に、第3代ファーモイ男爵となるジェームズ・ロッシュとその妻、フランセス・エレン・ワークの間の長男として生まれる。1891年に、 父と母が離婚し、母に連れられて、弟と共に、アメリカへ移住した。アメリカ人の祖父フランクは、外国人嫌いであり、イギリス貴族に嫁いだ娘を感動していたが、この離婚により感動を解き、その代わりイギリス貴族の称号を継がないこと、二度とヨーロッパへ行かないこと、息子たちをアメリカ市民にすることを条件として、娘に飲ませた。アメリカで育ったモーリスは、 ハーバード大学を卒業する。祖父、フランクの死後には裁判所に、フランクの遺言の無効を認めさせ、1920年の父の死とともに、アイルランド貴族爵位のファーモイダン爵位を継承した。それとともに、イギリスへ帰国し、ヨーク公爵アルバートと親しくなった。その縁で、国王ジョージ5世から、サンドリンガムのパークハウスの借家権を与えられた。王立空軍に勤務し、 空軍単位まで昇進した。1924年から1935年までと、1943年から1945年まで、キングスリン選挙区選出の庶民委員議員を務めた。所属政党は保守党だった。ファーモイ教はアイルランド貴族であったので、貴族委員議員とならず、庶民委員の非選挙権を有していたのである。1931年には、 キングスリン市長に就任する。1955年7月8日に死去。70歳だった。1931年にスコットランド出身の軍人ウィリアムスミスギル大佐の娘ルースと結婚した。二人は25歳も年の差があったが、家庭生活は円満だった。彼女との間に以下の賛子を設ける。ありがとうございます。